警察によりますと13日午前11時15分ごろサップをやっていた人が溺れていると一緒に来ていた人から110番通報がありましたその後、消防が溺れている2人を救助し病院に搬送しましたがともに死亡が確認されました溺れたのは県外の50代の夫婦とみられ警察で身元の確認を進めています 2人はサーフボードの上に立ちパドルでこぐサップをしていてライフジャケットは装着していたということです。